308大阪市電気局300系電車は、大阪市電気局が1938年に製造した通勤系電車である。大阪市営地下鉄1号線の天王寺延長と混雑時の3両編成運転のための造備車として、日本車両製造本店で16両が製造された。窓配置は各、側窓の幅が700ミリメートルから800ミリメートルに、 拡幅されたため、D1D3D2D2 に変更され、ドア間4枚窓となった。一方、扉間の窓数が減って、両端扉が中央に寄せられた結果、扉間の座席幅も 3950mm から 3720mm に変更され、着席定員は200型と比較して減少した。また、車体構造そのものにも変更があり、 側窓上部に設けられていた補強用のウィンドウヘッダーと呼ばれる細板が外反内に入れられて平滑な外観となり全面窓上隅に R が付けられ全消灯も流線型の埋め込み形に変更されるなど当時の流線型ブームにわずかながら高温するデザインが取り入れられていたのが特徴であるまた室内には英国マリンテレフォン社製船舶用交渉電話を模倣 国産化した放送装置が取り付けられ、乗客サービスの向上に貢献した。主電動機は200型と同じく、川崎車両 K-2304A が採用され、その他の機器についても制御機が東洋電気製造 ES-512B、台車が住友金属工業 KS-63L、ブレーキは三菱造船アミュー自動空気ブレーキ、 200型と同一仕様である戦前から戦中にかけては、在来の100.200型と共通で1号線や3号線で使用されていた。戦後も共通運用に充当されていたが、唯一315のみは1955年8月に近畿車両でファンデリアの取り付け工事が試験的に施行され、その成果は線形の製造時に反映された。その後はなど、 多形式と共通メニューでの改造工事が順次、施行されたが、運転台は密閉式の片隅運転台のままとされたため、長編成化が進むにつれて、中間車として使用されるようになり、全車編成中間に閉じ込められた状態で最後を迎えている。1970年の日本万国博覧会に向けての1号線輸送力増強の一環として、1号線在籍の 旧型車は心臓の30系に置き換えられることとなり、1969年秋までに運用終了し、全車廃車された。この放送装置の設置以後、本形式でも設置されていた駅名表示器は次第に使用されなくなっていった。端子電圧 750V 時定格出力 170kW 770rpm 225a。ただし、 局内形式は AS-3 と区分されている。1951年開業の昭和町、天皇時間がオープンカット工法にて施行後、天井に蓋をせずに開業したため、降雨対策が必要となって追加された。桜木町事故の教訓で1952年に装着された。全面貫通扉左に下部に一頭、取り付けられていた微刀を、 全面まく板左右端に、各糸装備に変更し、視認性を向上させた。1955年に、サービス向上を目的として実施された。なお、扇風機はなぜか、ファンデリア装備の315に対しても実施されている。1958年春高の1200型に合わせ、上部アイボリーホワイト、下部オレンジの2色塗り分けに変更が、 工場検査周期に合わせて実施された。長大編成化による応答性低下や空想自分の課題化対策として1959年7月から1960年1月にかけて実施。運転台のブレーキ制御弁を交換し、床下に B1 電空接触機とナンバー21電磁給配、弁などを付加した。この改造に際しては、 アムエ電磁自動空気ブレーキへの改造を予定して、用意してあった空きスペースが活用されたという。高性能車と極力同じダイヤで運行可能とするため、主電動機の設定を見直して限り流地を引き上げ、RMS 電流に対応して、主電動機の絶縁種別を A 種から B 種へ変更、境時切り開始器をア開始段を追加して、主回路の抵抗箱を四個から六個に増設。 さらに、手電動機のベアリングを新品のローラーベアリングで置き換えて、軌道抵抗を低減することで、加速性能と最高速度の向上を図った。1963年6月から1964年3月の間に順次施行された。1962年5月から1963年8月にかけて実施。ありがとうございます。